こちらの応募サイトを見てくださって、ありがとうございます。東東テレビの立川です。今ですね、私がここいる場所なんですが、こちら東東テレビですね、今昭和17年建築の、津別町の古い建物をですねリノベーションして、ここが生放送スタジオにもなり、コワーキングスペースにもなるような、そんな場作りを行っております。今ですね、ここの北海道の東側道東エリアでは、ケーブルテレビやローカルテレビ局も支局がない映像制作の過疎地です。ですが今簡単に YouTube とかでですね、誰でも情報発信映像でですねできるような時代になってます。そんな時代に町に一つですね、こういう拠点と映像制作を中心にですね情報発信をしていくような、そういう仕事がこちらで作れないかということで、私は2016年から移住をして地域おこし協力隊としてですね活動をして、今まさにですね2つ目の拠点、2つ目の町が、今東東テレビをこう始めてくれようとしているような、そんなところになってます。でその2つ目の拠点ですね、点から線になるところを一緒にやってくれる仲間を今募集しております。ぜひともですねこの映像を見て、東東テレビの活動も知ってもらってですね、映像制作の仕事をしているんだけれども、何かこう都会じゃなくて、自然のあふれる地方都市、地方で、仕事がしたいとか、あとは子どもとかですね、僕のもテレビの業界いたことありますけど、子どもに久しぶりに会ったらおじさん誰みたいな、そんなことじゃなくて、子どもと一緒にこう過ごせる時間も多く取れるのは、こういう地方田舎のいいところだと思いますので、田舎でですね、やりがいを感じて、町の映像記録、我々しか撮る専門職いないわけですから、町の記録を後世に残すような、そんなやりがいのあるようなある仕事です。やりがいのある仕事なので、僕と一緒に働いていただきたいと思ってますので、まずはですね電話か、メール、もしくは Facebook のメッセージとかコメントでもいいですね、いただければ助かります。そして簡単な履歴書とかですね送っていただいて、実際お会いして面接して、で着任していただく仕事をしていただく町の方とも会っていただいた上でですね、採用させていただいて、一緒にこちらの道東エリア盛り上げていければなと思っております。あなたのエントリーをお待ちしております。はい、ありがとうございます。